1954年、韓国のとある片隅で一つの小さな宗教団体が設立されました。その当時、誰が予想できたでしょうか。この小さな団体が半世紀以上の時を経て、日本で二度も総理大臣を務めた人物の命を奪う悲劇の引き金となることを。1984年、とあるヨガ教室がオープンしました。日本中どこにでもあるようなその教室の本質を、その当時、誰が見抜けたでしょうか。その11年後、ヨガ教室が教団となって、あの地下鉄サリン事件を引き起こすことを。カルト宗教は、今この瞬間にも、私たちの生活のすぐそばで活動を続けています。あなたの大切な人が、あるいはあなた自身が気づかないうちにその影響下にあるかもしれないのです。なぜ人々はこのような団体に引き寄せられるのか。なぜ自分がその中にいると気づくことが難しく、気づいたとしてもなかなか抜け出すことができないのか。そしてなぜ世界の中でも特に日本はカルトの被害に遭いやすいのか。今回はカルト宗教問題について詳しく見ていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いくださいね。カルト宗教と聞くと、おそらく多くの方は、信者たちが狂信的に指導者を崇拝し、教団のためなら何でも犠牲にするような、どこか非現実的な光景を想像するかもしれません。しかし、現代のカルトは、そんなわかりやすい姿では現れません。友人から誘われた自己啓発セミナー、街で声をかけられたヨガ教室、職場の先輩が勧めるビジネス勉強会、私たちが何気なく接している、一見何の問題もなさそうな場所や集まりの中に、カルトが存在しているのです。彼らは、健康増進や環境保護、政治活動や社会運動などの様々なテーマを軸とした健全な団体のように見えますが、普通の組織や一般的な宗教団体と決定的に異なる点があります。長年の研究から明らかになったのは、カルトに入る人々に共通の性格や知能レベルは存在しないという事実です。つまり、学歴や職業に関係なく、誰もが潜在的なターゲットとなりうるのです。実際、大学の教授、医師など高い教育を受けた人々も多く被害に遭っています。なぜそのような、いわゆる頭が良くて騙されにくそうな人であっても、カルトに引き寄せられるのでしょうか。ポイントとなるのは人生の転換期です。進学や就職による引っ越し、離婚による家族関係の変化、大切な人との死別、転職や退職による環境の変化、このような大きな転換期の最中で、これまでの環境や体制から離れて孤独になった人は、精神的に不安定になりやすく、見知らぬ人に対しても、普段より心を開きやすくなります。この状態にあるときは、通常なら警戒するような誘いでも、受け入れてしまう可能性が高くなります。カルトは、そんな風に精神的に弱っている人を、様々な勧誘活動を通じて探すのです。ただ、彼らは決して最初から怪しい話を持ち出したりはしません。代わりに、楽しい食事会や交流会、ダイエットプログラム、ビジネス勉強会のような、一見何の問題もない普通の活動からスタートします。ターゲットが何度も足を運ぶうちに、徐々にそこが心の居場所だと感じ始めるよう、細やかに心理的な働きかけを行うのです。人は誰しも、どこかに所属したい、受け入れられたいという、根源的な欲求を持っています。人生の転換期にいる人はなおさらです。カルトは人間のその本質的な願望を利用し、ターゲットがグループへの帰属意識を深め始めたと判明すると、彼らは次の段階へと移行します。私たちは自分の所属している会社や学校の中で、時には自分たちのリーダーに魅力を感じ、強く影響を受けたり、憧れたりすることもあるでしょう。しかしながら、神様として崇拝されるリーダーは、
世の中でカルト教団にしか存在しません。なぜカルトのリーダーだけがそれほどの支配力を持っているのでしょうか。ここに興味深い研究結果があります。集団の中で特にたくさん話す人が自然とリーダーとして認められていくという現象が実験で発見されました。その人の話の内容が優れているか、頭が良いか、性格が良いか、そんなことは関係ありません。ただ誰よりも多く話をする、それだけで周りは無意識のうちにその人をリーダーとして受け入れてしまうのです。カルトのリーダーはこの心理を完璧に理解しています。彼らは常に集団の中で一番よく話し、誰かが話していても必ず口を挟み、最後は必ず自分の言葉で締めくくる。この単純な方法で新しく入ってきた人もいつの間にかその人をリーダーとして認めてしまいます。しかしこれは始まりに過ぎません。カルトのリーダーはこんな風に特別な存在として振る舞います。私には全てが見える。私だけが真実を知っている。私はあらゆるなすべきことを成し得る。なぜここまで大げさな演技をするのでしょうか。その何よりの狙いはメンバーたちにリーダーは神様だと信じ込ませることです。非現実的な目標に聞こえるかもしれませんが、カルトにはこれを実現する恐ろしい手段があるのです。カルトは優しい勧誘とカリスマ的な指導者で人を引き込んだ後、マインドコントロールという最も恐ろしい段階に進みます。まず、彼らは人の考え方を少しずつ書き換えていきます。例えば、聖書の勉強会を開くとしましょう。ただしその内容には、カルト独自の教えが少しずつ混ぜられています。誰もが知っていて、歴史的な信頼感もある聖書と一緒に教えられると、違和感なくカルトの思想を受け入れてしまうのです。しかし、これだけでは人の心を完全に支配することはできません。次の手段は、グループ学習、食事会、ミーティング、登山などで、次々と活動内容を増やしていき、メンバーのプライベートな生活を奪っていきます。最初は週1回だったのが、気づけば毎日になり、いつの間にか、仕事よりも団体の活動が優先されるようになります。この段階になると、さすがに違和感を覚え始めますが、カルトはそんな疑問を持つ暇も与えません。強引にでも活動への参加を求め、メンバーの時間を完全に支配しようとします。睡眠時間を削るほど活動が増え、瞑想や詠唱を繰り返し、長時間の講義や作業などで、ターゲットは疲れ果てて、もはや自分で考える力も弱まり、自分の置かれた状況を客観的に振り返る時間すらなくなっていきます。そして次第に、周りのメンバーから圧力がかかり始めます。家族との付き合いを減らしましょう。友人とは距離を置きましょう。仕事はほどほどにしましょう。これは、ターゲットを外の世界から完全に切り離すための戦略です。なぜなら、家族や友人との関係を切断してしまえば、人は現実を確認する手段を失うからです。恋愛関係も友情も、たとえ団体の中でも認められません。唯一許されるのは、リーダーや集団との関係だけ。こうしてターゲットは、どんどん孤立していきます。ここで、リーダーは巧妙な手を打ちます。ターゲットを、我が子や兄弟と呼び、失った家族の代わりとなろうとするのです。ここから、カルトはターゲットの過去の記憶まで書き換えようとします。あなたの過去の人間関係は全て間違っていた。団体に入る前のあなたはとても不幸な人間だった。私たちがあなたを救ったのです。このように刷り込まれ続けると、人は次第に自分の過去を否定的に見るようになり、カルト集団こそが唯一の救いだと信じ込んでいくのです。不安や苦しみを与えているのは集団自身なのに、ターゲットはその団体にさらなる慰めを求めるようになる、という、外から見れば非常におかしな状況になりますが、ここまで話してきた通り、本人はそれに気づくことができません。こうして、日常の現実から切り離され、カルトの世界観だけで生きる人間の出来上がりです。ここまで来れば、洗脳は完了となり、カルトはいよいよ最終段階へと動き出します。
心も体も完全に支配された信者は、もはや何を言われても疑問を持ちません。カルトはその状態につけ込み、彼らの最終目標、信者たちに対する搾取を始めます。最も多いのがお金の搾取です。カルトは救済や修行の名目で途方もない額の献金を求めます。ただそれは一般的な宗教団体の献金とは比べ物にならない額で、家を売り払ってまで献金する信者も少なくありません。他には性的な搾取も行われます。リーダーは特別な修行、魂の消化などという言葉で女性信者に関係を迫りますが、洗脳された信者たちはこれも修行の一つと思い込まされ、従ってしまうのです。また信者たちは過酷な働きも強いられます。新しい信者の勧誘、組織の運営、さらには違法な行為まで強要されることもあります。気づけばいつの間にか仕事も家族も人生の貴重な時間も全財産も何もかも失っているのです。多くのカルトは信者たちからの搾取で満足しますが、一部はさらに恐ろしい段階へと突入していきます。カルトのリーダーはもはや自分の小さな王国では満足できなくなり、その支配欲は集団の外へ、そして社会全体へと広がっていきます。時にはサリン事件のような凶悪な事件を引き起こしたり、つい最近の出来事のように政治に深く入り込んだりして、一つのカルト団体が国の在り方さえも揺るがす存在となりうるのです。さてここまでカルトの恐ろしさについて話してきましたが、皆さんの中にはこんな不安が生まれているかもしれません。新興宗教は全て危険だ、宗教そのものを避けるしかない。でも実はそんなことはありません。宗教学ではこんな面白い考え方があります。宗教とは時間をかけて成長したカルトである。確かに歴史を振り返ってみると、現代の主要な宗教も最初はカルトと呼ばれていました。例えばローマ帝国はユダヤ教をカルトと呼び、キリスト教も長い間多くの国でカルトとされていました。ではそれらとは何が違うのでしょうか。考えるべきはその宗教団体が社会とどう関わるかという点です。健全な宗教団体は信者を社会から切り離して支配したり搾取したりするのではなく、社会の中で生きていくことを助けて、その人の人生をより良いものにしようとしています。つまり問題なのは信仰そのものではなく、人々を社会から切り離し支配し搾取をするというその手段と行動なのです。カルトと一般宗教の違いを理解したここで、もう一つ重要な話題に移りたいと思います。それはインターネット時代におけるカルトの新しい姿についてです。かつての私たちには当たり前のようにつながりがありました。家族との絆、近所付き合い、地域の集まり。しかし今そういった自然のコミュニティがどんどん失われています。その代わりに人々が向かい始めたのがインターネットです。ネット上では場所や時間に関係なく、同じ興味や考えを持つ人々と出会うことができます。一人で部屋にいてもスマホ一台で同じ価値観の仲間を見つけることができます。決して悪いことではありませんが、このような状況をうまく利用しているのが新しいタイプのカルトです。彼らは SNS を駆使して孤独を感じている人々の心をつかみ、瞬く間に大勢のフォロワーを集めることができます。 YouTube チャンネルを運営している僕だからこそはっきり言える実感ですが、オンライン上のつながりは現実のコミュニティ以上に強い影響力を持つことができ、これを悪用した時の威力は従来のカルトよりも恐ろしいものです。例えばこの動画をご覧の皆さんに少し考えていただきたいことがあります。もし僕が昔から次のような言動をしてきたと仮定したらどうでしょう。僕はアカシックレコードにアクセスすることができる。僕は文明レベル4の文明から地球にやってきました。このような話を何度も何度も様々な動画を通じて言い続け、さらにオフ会などで視聴者さんと直接会って真実を語り始めたら、きっと僕のそのような言葉を信じる人が現れるはずです。現実には真逆で、僕は今までの動画で意識的に普通の人間であることを見せてきました。
ゲームが好きだとか、仕事が忙しいとか、お肉が大好きだとか、これらは単なる雑談ではなく、皆さんに特別な存在として見られることを意識的に避けてきたのです。なぜここまで慎重にやっているのか。それは、日本が特にカルトの影響を受けやすいからです。2018年に行われた世界各国のカルト教団に対する許容度の調査では、先進国の中でアメリカが最もカルト教団に対する許容度が高く、その次が日本でした。アメリカの場合、理由は比較的単純で、言論の自由を何より重視する国民性が、結果としてカルトに対しても寛容な態度につながってしまいました。しかし、日本の場合は少し複雑です。まず一つ目の要因は、日本人の宗教観にあります。クリスマスにはツリーを飾り、正月には神社に初詣、結婚式は教会で、葬式はお寺。特定の宗教を持たないのに、様々な宗教行事を自然に受け入れています。この宗教的な寛容さのせいか、悪意を持った団体に対しても同じように寛容になってしまうのです。日本がカルトに寛容な理由の二つ目は、日本人の国民性の中にカルトに取り込まれやすい特徴がいくつもあることです。大多数の日本人には、周りとの調和を何より大切にするという価値観があります。それは空気を読む、同調圧力に弱いなどの性質を生みますが、これらはまさにカルトにとって格好の標的となります。一度グループに入ってしまえば、周りと違う行動を取ることが難しくなるという特徴は非常に利用されやすいです。また、私たちの目上の人を立てる、所属意識の強さという特徴も利用されやすいです。先生や専門家の意見を絶対的なものとして受け入れ、一度組織に入ると強い忠誠心を持ち続ける。これらの特徴は本来、日本社会を支える美徳ですが、カルトにとってはこれ以上ない美味しい獲物になってしまっています。ただ、いくらカルトに利用されやすい国民性があるとはいえ、国としてちゃんと規制をかければ、大きな被害を防ぐことは十分に可能です。それにもかかわらず、カルトに対する日本の規制は、世界の中でもかなり甘いです。その裏付けとして、旧統一教会は韓国で生まれた団体でありながら、日本の信者数は本国の2倍以上に上ります。特に、献身者と呼ばれる出家信者のほとんどが日本人だと言います。また、オウム真理教はサリン事件を起こして、実際に5500人以上を死傷させました。そんなことができた国も、日本以外にはありません。安倍元首相の銃撃事件も数に入れると、わずか30年の間にカルト絡みの大事件が2度も起きた国は、世界中を見渡しても日本しかありません。細かい事件まで挙げ始めたらキリがなく、もはや日本という国はカルトの穴場になっているとも言えるでしょう。一体なぜこれまで数々の被害を受けているのにもかかわらず、国は規制を厳しく設けないのでしょうか。最近の出来事からは、まさか政府上層部までもが彼らにコントロールされているのかという疑念まで連想されてしまいます。私たち一人一人が最初からカルトの勧誘に乗りさえしなければ彼らに何もできないのは確かです。今この動画を見ているあなたはきっと、自分は大丈夫、そんな手口には引っかからないと強い自信を持っているかもしれません。しかし、それでも十分に気をつけてください。なぜなら、カルトは人々の強さではなく、あなたが一番弱っている時に、あなたの美徳、善良な心を利用して付け込んでくるからです。正直に言いますと、どこの企業にも組織にも所属していない個人チャンネルとして、今回のような内容を扱うことには、かなりの覚悟が必要でした。でも、この話は誰かがどこかで、しっかりと伝えなければいけないとも考えていました。そんな中、ネイチャー感謝が今回の企画を支援してくださったおかげで、僕の思いを形にすることができました。ここからはネイチャー感謝の製品についても少しお話しさせていただきたいと思います。ネイチャー感謝が提供しているのは CBD オイルという製品です。CBD は大麻植物に含まれる成分の一つで、まだ日本ではあまり馴染みがないかもしれませんが、これは茎や種子から抽出された完全に合法な無害な成分で、精神作用や中毒性は一切ありません。
それを保証するために、ネイチャー感謝の CBD オイルは、第三者機関による厳格な審査を通過し、有害な成分は完全に除去されています。CBD は、特に睡眠の質の改善に効くという効果が報告されていますが、それ以外にも、日常的なストレスを感じている方、心を落ち着かせたい方、不安感と向き合いたい方にも、CBD はプラスに働きます。最近は CBD は医療や美容の分野でも使われるようになりました。また、ネイチャー感謝の CBD オイルは、精神活性化作用により、違法成分とされている THC を完全に除去した、ブロードスペクトラム CBD となっています。ブロードスペクトラム CBD には、CBD 以外に THC を除く成分が複数入っています。これらの異なる成分は相乗的に作用し、本来制限されていたはずの効果をより強化し、より効果を実感しやすくなります。これはアントラージュ効果と呼ばれていますが、このアントラージュ効果のおかげで、他社の製品と比べても、ネイチャー感謝の CBD は、より効果を実感しやすいものとなっています。もちろんこの商品は、厚生労働省の許可を得て販売していますので、繰り返しになりますが、安全性については心配ありません。製品の使い方も簡単です。就寝前に、舌下というベロの裏側に CBD オイルを数滴垂らして、2分ほどそのまま保持するだけです。濃度は様々なタイプがありますが、一番おすすめの 40% タイプは、効果を実感しやすく、コストパフォーマンスも優れています。僕の場合、特に夜、考え事で眠れない時に非常に助けられています。ちょうど今はブラックフライデーセールを開催中で、最大 45% オフで購入できます。さらにこの動画をご覧の視聴者様限定で、特別割引コード、愛を用意してもらいました。このコードを使うと、セール価格からさらに 10% オフになります。心の健康管理に興味をお持ちの方は、ぜひ概要欄のリンクをチェックしてみてくださいね。それでは、今日もご視聴ありがとうございました。